の中にも存在します。今回はちょっと信じがたい動物たちが見せた他者への思いやりの行動の数々をご紹介します。オラウータンはとても知的で観察力のある動物です。しかしその発達した知性による優しさについては未知な部分がまだまだ多いようです。オラウータンの中には私たち人間と同様とても思いやり深い個体と逆にとても残酷な行動をする個体とがいます。しかし幸いなことに小さな鳥が水に落ちてしまった時、近くにいたのは親切なオラウータンでした。オラウータンはその葉っぱをスコップのようにして鳥を救い出しました。その後オラウータンは鳥を水から離れた場所に置き優しく撫で始めました。ワニはしばしば水辺で獲物の待ち伏せをしています。疑うことを知らないアンテロープの群れが近づいてきて水を飲み始めました。突如ワニが一頭のアンテロープに噛みついて水中に引きずり込もうとします。ワニに捕まりかけたアンテロープは間一髪のところで助かりました。カバが助けに来るとは一体誰に予想できたでしょうか。近くで水浴びをしていたカバの群れがアンテロープのために立ち上がりワニの牙から救い出したのです。カバがアンテロープに同情したのか、それとも単に隣人のワニを嫌って嫌がらせをしたのかは不明ですが、アンテロープが生き残ったという事実に変わりはありません。馬は人間に対してとても献身的な行動を見せる動物ですが、馬同士の友情はどうでしょうか。馬たちはお互いをよく認識していて、群れの中では仲間同士の関係が育まれているのです。これが馬同士の友情の証です。一頭の馬が格子越しに干し草を差し出して別の馬に餌を与えています。この二頭は間違いなくお互いのことが好きなのでしょう。アメリカ・コネチカットでストームという名前の犬がその英雄的行動で一躍有名になりました。ストームの飼い主マークさんはストームとストームのガールフレンドであるサラという犬を連れて海岸沿いを散歩していました。突然ストームが謎の物体に向かって一目散に水中へと飛び込みました。やがてストームが小鹿を海岸まで連れてきたのを見て自分の犬が真のヒーローであることを理解しました。ストームとサラは怯え切った小鹿に寄り添い動物救護隊の到着までそばを離れませんでした。クジラはしばしば海岸に打ち上げられることがあります。岸に上がってしまったクジラはその後脱水や自分の体重による負担に耐えきれずに死んでしまいます。ある時巨大なクジラが海岸に打ち上げられました。人々は協力して海に返そうとしましたがなかなかうまくいきませんでした。突然海岸近くにイルカの群れが現れ独特の鳴き声を出し始めました。それを聞いたクジラは気を取り戻し海へと自力で泳いで戻りました。このビデオは犬が人間や動物の仲間を困難な状況で見捨てることは決してないということを再確認させてくれます。犬が棒を追いかけて水に飛び込みましたが突然起きた急な水の流れに飲まれそうになりました。幸いなことに仲間の犬が近くにいてその棒を加え流されかけた犬を水から引き上げました。動物の世界での友情は稀な現象ではなく異なる種の動物たちの間にも友情が芽生えることもあります。オーストラリアにはどんな牧羊犬にも負けず立派に羊たちを守っているロバがいます。なぜこのロバが羊たちに強い愛着を持つようになったのかは不明ですがロバは牧羊犬のすべての義務を果たし素晴らしい仕事をしています。アザラシは氷の上に登りましたが座っていた部分が崩れて海に落ちてしまいました。周囲にはシャチがお腹を空かせて泳いでいるので気の毒なアザラシは水に入ることもできません。驚いたことにクジラが助けにやってきました。アザラシを乗せるとクジラは空腹のシャチたちの元から泳ぎ去り安全な場所まで来るとアザラシは背中から降りて水に飛び込みました。ここにもう一匹ヒーロー犬がいます。友人が乗ったボートが
川の真ん中に流されてしまいました。しかし、なんとかボートを岸に戻しました。通常、猫は水槽で泳ぐ魚を見ると捕まえて食べてしまいます。しかしこの猫は身動きの取れなくなった魚を押して元気に泳ぐことができるようにしてやり、静かに立ち去りました。ママとパパの象が穴に落ちてしまった我が子を助けています。我が子からは決して目を離してはいけないのです。私たちは動物たちの行動について多くを知っているかのように考えがちですが、実際には今後解くべき謎はまだまだ数多く残されています。今回はここまでです。ご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。